で、はいはい、一応ね、ホリエモンさんです。とりあえず、こう何かハロー YouTube みたいな感じで、ちょっと恒例なものを作った方がいいです。あ、そう。はい。なんで、ボムチャンネルをご覧ください。ボム A です。ボム A って僕マリオのやつじゃないですか。よしがい、奈良が正式です。よろしくお願いします。はい、そして中川です。よろしくお願いします。はい、今日はね、ちょっと中川会長と2人でマジな話しようと思ったんですけど、はい、前回の吉永奈良のちょっと幼少時代の思い出話が面白くて、俺は的には、まあ、有もすごい良かったけど、一日中鳥見てたっていう。一日中鳥見てた、うん、鳥見てたと思いきやプロテイン作らされてたっていう、なんか、しかも鳥のね、鳥のね、自分のじゃなくて、自分のじゃなくてそれ飲ましてたっていうのもちょっと聞いて、面白いのもうちょっと聞きたいな思って。なんか俺のイメージはやっぱタイでやっぱ日本人ってモテるんちゃうかな。色白やったりするし、モテたりすんの。長川はモテるんじゃない、やっぱり。うん、ない今までの試合の中で、なんかそういう女の子がすごいなんか好きですとか、LINE 交換しようさいみたいな、普通にあんのよ。いや、あ、まあ、たまにありますけど、うんうんうん、そんな時ってどうなの？ LINE、あ、いいですよって交換するの？いや、しないですね。なんて言うの？交換って。下って来る文字は、うん、読めないし、うん、でもそういうの今、通訳とか、ね。まあまあ、そうです。めんどくさい。めんどくさい。僕はでもやっぱ日本人の人の方がいいのかなって、コミュニケーション取れるから、まあまあまあ、はい、うん、タイ人の人、うん、そうです。まあでも、うん、タイ人と日本人、そうですね。タイ人のおばさんから、うん、好かれる、はい、うん、かわいい、かわいい、まあ、まあ、うん、なんかそういうなんかロマンスみたいなあったりするのかなと思って。タイ人ですか？うん、ない、全くないです。ない、全くないね。ない、あの、タイで、うん、ドブ川に携帯を落として、うん、やばいやばいやばいっつって、うん、その奥までスッパだかフルチンスッパだかよ、パンツまで脱いじゃって、うんうん、池に戻っちゃったのか、うん、取れた、取れました。僕泳げないのに携帯落として、しかもそれがやっぱ焦るのは、うん、やっぱり誰が一緒だったんだっけ、確か龍也かだった気がしますね、うん、あの本当もうやっぱタイでも結構やっぱ忘れ物が、私生活もひどい人なんで、例えばタイで iPad をホテルで忘れて、いきなり iPad です、忘れて、ですぐ気づいたんですけど、もうその頃には取られちゃってて、で iPad を紛失した。でお母さんにすぐ怒られて、怒られるわな、それは。でそれはちょっと日本帰ってから話なんですけど、せっかく買い替えてもらった iPad を、あの自分で風呂場で YouTube したら水没させちゃって、で、僕がバックれたんですよ。気づいたら壊れてたみたいな。ああ言ったら、調べたらそれ生物か生物じゃないか分かるけど、どうなのって言われて、白状したんですけど。そういうのが重なって、それだけじゃなくて、あの、ポケット Wi-Fi 行ったんです、海外で借りる。ポケット Wi-Fi。ネット Wi-Fi に、うんうん、まあ、いつも借りてたんですよ、行くとき。で、いつも借りてたから、もう紛失しないねって言われて、保険に入らなかったんですよ。僕に入らなかった時のタイでポケット Wi-Fi 忘れてなくしちゃって、タクシーの中にそう忘れちゃった。それでまたあの帰って保険料払わなきゃいけなかった。それすごく怒られる、怒られるわな。そっからのそのタイで携帯を落としちゃった。池に汚い、池に汚い。これはもう親に大変なことになる。まだその時携帯代とかもやっぱタイに行くなって言われるか、もうあんた携帯持つなって言われるか、二択やわってなるわ。でやばいってなって、着替えとか持ってるわけじゃないんで、もう全裸で入るしかないと思って脱いで、そのままこういって伸ばして、すぐ取って、で一応多分 iPhone のいくつだったかな、多分8とかってもう防水になってるじゃん。でも確認してすぐ、で動いてたんで、それはもうそれは済んだんですよ、よかった、それはそれで。なだかのさ、お母さんとさ、まあ、お父さんもね、お母さんもすっげえいい人だろ、すっげえいい人だから、もうなだかのお母さんなんか特に、もうそういうちっちゃい頃からこういうことがたくさん多々あるわけ。あのね、俺一つ言わせてもらうけど、自分の子供をね、育てるなんて簡単よ。まあそれはそう。だって自分の子供だもん。愛せるでしょ。自分の子供だもん。だけど
俺人の子よ、うん、ね、人の子で、うん、ね、こんなに忘れ物が多くて、うん、こんなに物を、ね、なくしちゃう子よ、うんうんうん、ね、その子にが行くと、もうお母さんはそういうことって分かってるわけじゃないですか、うん、分かってる、お母さんからしてみれば、なだかは、うんうん、別に、なだかだから、うん、ラジアの3 2階級チャンピオンとか全然関係ない、関係ない、ね、だから俺お母さんに会うでしょ、うん、夏子さん、またですよ、なだかっていうと、うん、何やっちゃったんですか、すいませんから入るんですよ、何もやってなくても何もやってなくても、うん、夏子さん、またですよ、うん、何、本当は何やったんですかいつもそれぐらいね、うん、やっぱり心配してるんだよね、うんうん、そ、多分でもそれってもう何か考えてんねんな、そうそうそう、常にすごい集中力が高いんだよ、ね、うん、逆にこなんかそんなさ、スーパースターと一緒にしたら困るけど、俺ももうす同じような感じやね、そうだね、むっちゃ物忘れ激しいし、すぐもう財布とかマジでこんな金庫みたいなやつ持ってんの俺それも落として帰るみたいな、だってさ、タイ来た時にさ、バス吹っ込むさ、なんか飛行機、ああありました、もう速攻、はい、あ、何だかもあったよね、なんか飛行機の中に何か、僕 3DA させれました、まあもうそれもさ、同じよ本当ですか、もう絶対取られるやん、パソコンなんか、うん、それ見つからなかったですか、いや、くんさんがなんか話してくれて見つかった、 3DS は見つからなかった、で、ダメでした、ダメ、あれヘッドホンかどうかなくさなかった、ヘッドホンは、あ、違う、多分なんか忘れすぎて、もう何を、違うわ、なんかジムで片方だけないって言って騒いだよね、あー、ありました、はい、そうです、ビーツの、はい、iPod みたいなやつ、ビーツの、ビーツじゃない、坊主だ、坊主のヘッドホンをせっかくお母さん買ってくれたんだよね、買ってもらって、誕生日に買ってもらって、うん、最悪やん、よっしゃと思ってつけてて、それも悪いんだこいつ、それでやばいと思って、うん、でなくしたら怒られるから、怒られるわそれはと思って、うん、僕はその1個だけなくなっちゃったんで、うん、メルカリで、うん、1個だけそのあるやつを買って、うん、入れて、うん、で、あ、なくしてないよっていうことをやったんですけど、聞けんの？聞けないですだから本当にただなくしてないことアピールするためだけに5000円ぐらい払って、うんうん、それをやってて聞けないっていう、うん、新しいやつ買えよじゃん両方ともお母さんが怖すぎんだよ、うんうん、あ、そう、面白いね、そうです、ね、面白い、うん、じゃあさ、あれはあの俺よく駐車場で車止めた場所分からへんくなって駐車場をよくウォーキングで止めた、ちょっと待って、それは、ない？ない、そんなのない、いつもあんねんね、そんなのもうどこ止めたか分からへんくなる、はい、ちょっと今ので思い出した、はい、お前さ、はい、てめえ、会員さんの靴履いて帰んじゃねえよあれそうだそれもう犯罪者やで、お前それ。お前、2日前だよ、お前。何て、はい、あと、ツヤ の撮影の時。どう急いでて、エアフォースワンってあるじゃん。エアフォースワン。エアフォースワンがあって、うん、エアフォースワンってやっぱ、結構皆さん履かれてるじゃないですか。まあまあまあ、人気やもんね。はい。うん、それで、僕は、その、うん、もう本当自分の足の感覚かなと思って、うん、履いて、サイズもぴったりだって、うんうんうん、だいたい僕入れる場所が決まってるんですけど、うん、靴のロッカー、うん、で、それでそっから取り出したつもりだったんですけど、うん、だからもう絶対これは僕のだと思って、うん、そしたら朝日のお母さんで、その品川さんが電話かかってきて、うんうんうん、で、今エアフォースワン履いてるって言われて、履いてますって言って、うん、で、今その誰々さんの靴がなくなっちゃったって言ってたんだけどって言われて、うんうん、いや、僕じゃないです僕じゃないです僕じゃないと思います、僕これ自分のなんでみたいな言って、うん、で、そしたらそのもう一方、うん、レアソーンを履いてきてる方がいて、うんうん、その方にも確認取ったら、その子とも絶対違うみたいな、うんうんうん、で、あの言われてればちょっと足きついなと、ちょっとサイズきついかもしれないと思って同じ形、色も同じ、色もあれも同じ、サイズだけ 0.5 センチ違うんですけど、で、僕はやばいと思って、またすぐ連絡したんですけど、多分僕ですちょっとちっちゃいっつってそれはい、あ、そうですね、履いてから悪いやつやな、それで、うん、違うのよ、それでね、うん、なんでそんなこと隠してんのよ、みんな俺、うん、怒るから、うんうん、ね、お前会員さんの靴だぞと、うんうん、ね、スタッフが間違えるなと、うんうん、いうところが俺、うん、俺じゃん、うん、だけど、まあ、代表として怒んなきゃいけない部分でしょ、うんうんうん、けどね、俺
みんなそれを俺に言うと、うん、絶対に、うん、なぜかまた怒られるからって、うん、みんな隠すんだね、うんうん、周りの人たちは、うん、なぜかかわいそうだっていうことで、うんうん、で別に本人も怒ってないし、うんうん、だけどなんでバレたかっていうと、うん、その人が俺のクロックス履いて帰ったと俺が一番の被害者になって自分の靴ないから、そう自分の靴ないから、なぜかの履いてた靴はどこにあったの、いや普通に置いてあるんだけど、自分のじゃないから、あそうかそうか、しかもなんかうちらが使うシュレッダーの上にポンと置いたの、うんうんうん、なんでシュレッダーの上にこれエアフォースマンが置いてあるのって俺聞いたの、うんうんうん、そしたらあ、これはってなったの、うん、そこに、うん、で、どうしたのこれって、うんうんうん、で俺が、うん、あのほらうちジムに犬いるじゃないですか、うんうんうん、でモフの散歩行くとして、うんうん、モフの散歩行くとクロックス出そうとしたらクロックスもないの、うん、俺の黒いクロックスはって言ったら、うん、あの、なんとかさんが履いて帰ってます、なんでよつって、そして全部結びついて誰だ、うん、ふざけんなと、もう品川さんも勘弁よ、うん、勘にして、うんうん、全部戦いで今思い出した、うん、悪い人ですね、いろんな方にご迷惑をかけられない、はい、チャンピオンだったじゃあタイの2番目に思い出は試合の関係、試合関係ちょっと長くなっちゃったけど、うん、そうですね、あそう試合時間が3分って言われてたんですけど、うん、試合時間が2分になって、うん、で相手選手がここに、うん読めって入れ墨を入れてる選手と試合をした時があったんですけどむっちゃおもろいやあれ2分だったってあれはそうです2分、ね、2分が3分になったんじゃなかった、あそうあそうかそうでしょ、そうでしょ、うん、そう2分が3分になった、うん、でしかも相手大人なんだよ、大人で、うん、僕まだその時は本当高校1年生ぐらいで、うん、中学3なんだろうぐらいですね、はい、中3、うん、でちょっと今日はドクターが都合で来れなかったから、うん、肘打ちはなしでやれって言われて、やる前に、めたいやろ、はい、うん。で、ああ、わかりましたって言って、うんうん、で、始まったら、相手思いっきり肘打ってきて、めちゃくちゃやん。で、だからこっちもやってやると思って、肘やって、で、試合は一応、勝てたんですけど、うんうん、その相手はすごい強かったんですけど、強かったんや。はい、すっげえ強かった。はい、うんうんうん、まあ、名前は嫁って呼んでるけど名前全然知らないです、うんうん、嫁と試合して、うん、その肘が使えなくなったりとか、うん、そういうのをすごい感じたらすっごい印象に残ってますね、うん、めっちゃ面白いです、はい、うん、それも団体戦5対5日本5人対、うんうんうん、A は5人対、うん、タイ人5人の対照戦でした、対照戦、はい、でしかも 2-2 できたんですよ2-2 できて、いざ試合ってなったら肘なしねって、肘なしの嫁が来た、肘なしの嫁が来た、嫁タトゥーが来た、はい、なんか面白いね、そんなあんねん、ドクターおれへんからじゃあ今日肘なしねみたいになって、いや、それを言ってきたのは向こう側なの、うんうんうん、だから向こう側はそんなあんねんね、で違う、向こう側って対戦相手側よ、あ、そうなんや、騙してんのよ、こっちは、あ、なるほど、それでやらせへんと、だから自分打ってきた、僕もいいなと、クンさんに言ってきて、うん、クンさんが、うん、なんだか肘ないから肘ないからって言っといて、うん、いきなり相手肘振ってきて、うんうん、クンさん肘やってんじゃんよって俺、うん、クンさんに怒るわけじゃないですか、うん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 、そしたら向こう騙しましためっちゃおもろいやん、何なんそれ、そういうのがやっぱでもなんか好きですね、そういうところも含めて、うんうん、それで、それ終わった後、うん、もう試合終われよ、俺たちこの後飛行機でなんかプーケットかなんか行きました、はい、試合終わってそのまま行きました、うん、そのまま試合終わって、うん、飛行機でプーケット行かなきゃいけないから、うん、時間がもうないな、うん、長くなっちゃった、うん、なんだかお前絶対 KO 引かれてるみたい、面白い、面白かった、俺そんなんやったら俺この間のさ これ面白いの、面白いというかなんか前の日になんか会長がなんかすっげえ機嫌悪くて、うん、で次の日奈良がいつもだからね次に奈良が試合やってんけど、うん、俺がホテル一緒やったからなんかもう前の日めっちゃ会長ちょっと機嫌悪かったから今日絶対勝ってやなら
これで奈良か負けたらもう 俺もなんかどうなるか分かれへん、任せてくださいと、会長の指示通りやっつけていきますって言って、試合の時奈良がはいってバチンって入ってて、もあ、そうなんだ、ね、そういう話だったんだ。なんかあのただ中原さんやっぱ試合の前日だし、あと僕が4年ぶりのタイの試合だったんで、やっぱピリピリしてて、そうそうそう、で陽平さんが中原さんあのすごいちょっとピリピリしてんなみたいな言うた、明日僕が絶対、でもし負けたらやばいですけど、明日絶対僕が勝ちますみたいな話してましたほんでもうあもう会長のセコンの指示通りやって怪我してくるんで、陽平さんがもう全部指示聞けよみたいな僕に言ってきてそうそうそうだけど俺の指示は正しいってことだよ。 それで本当に中がハイってハイキックで、あの誰やったっけ、もう衝撃 KO してた、パタクシー、そうパタクシーもうほんまその時にもうパタクシーバーンって倒れた時に俺もガッツポーズしたもんな。これはもう違うんだよ、あれ確かね、前の日さ、ほらラジャで奈良かを撮影したいとかで、うん、結構みんなさんで行ったじゃないですか、うんうんうん、あれフーガとかもなんだっけ、あ、いやフーガはいなかった、ホムラかも多分いたの、ホムラが負けてた、あ、そうそう、ホムラ負けましたね、はい、それで機嫌が悪かったんだ、そう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 、ホムラ負けて、これもうお前負けた違うぞ、違うんだ、違うんだよ、負け方が漫才してます、そう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 、そう、漫才を説明してあげて、まあ、漫才は、まあ、自信があるんだ、うんうん、まあ俺勝ってるぞみたいな感じで、よく5ラウンドとかでタイはもう自分が勝ってると思ったらあえて攻撃せずに、なんかこういうのとか、そこだよね、はい、でも僕別に勝ってる時に別に僕は漫才っていうか、まあ相手が攻撃してこなかったら僕は別に何もしないだけなんです、ただあるぐらい、ただホムラの漫才はもうなんかういーみたいなこうやってやって負けちゃったからそれはやばいだろうと思って、いやほんまに、お前なんで負けてんの漫才がしてんだよみたいな感じでめっちゃ怒られてたからなんかそうとかやっちゃった、なんかあの、まあ、ちょっと言葉悪いけど、あのガキさ、本当にさってね、で、あのね、今までの A1 スポーツジムの選手であんな漫才したやつ一人もいないんですよ、今までどちらかというとみんな最後まで頑張るタイプなんだけど、うん、うん、うん、ウェーイ、あ、そうですそうなんだ、そうそれで次の日に本当にもう絶対にもう指示通り聞いてやってよって任せてくださいって言って、もうそれ決めたからすっげえな思って、それで俺一気に機嫌が良くなって言った通りだってなってて、今まで大体全部そう、もう全部そうなの、大体俺が機嫌悪くなる、そうすると名高が機嫌を良くする、大体どんな試合でも、例えばさ、マックス・ムエタイとか、朝日がいきなり負けて、負けて、なだかが勝ったとかさ、あって、だけど、1回だけな、2人負けたときあったんですね、朝日となだかが負けたとき、それどうなの、2人負けたとき、もう分かんない、恐ろしきです、俺はもう、で、朝日がまた面白いのが、僕はもう負けると、今は負けても切り替えられると思うんですけど、こう本当にめちゃめちゃ落ち込んでて、で帰りのタクシーで僕と朝日が一番後ろ、で、まあ、真ん中にくんさんとか、こう先生がいて、で一番前にこうワットさんで、運転手さんと前に助手席に中川さん、そうやな、でやっぱり最初も負けて、でやっぱ中川さんもくんさんもみんなやっぱ落ちてる、テンションが落ちてる、で僕もテンションが落ちてる、で朝日もテンション落ちてんだろうなと思って、こう うなだれてるからテンション落ちてんなと見たら寝てるんですよ心臓強いね、品川さん。それで、そしたらなんかそのホテルで一緒の部屋なんて、朝日と自分は、そしたらなんかもうもぞもぞしてるから、なんか動画でも見てんのかなと思ったらポテチを食べてもう明日からまた切り替えて頑張るしかないねって言われて、僕はそれを聞いて、いやそうだなって思って僕をでもその次の日僕2人でプール行きました、はい、くよくよしててもしゃあないだよ、朝日は負け慣れてんのよ結構それはそれで嫌やな、いやいや本当子供の頃弱かった、ああそうか、子供の頃弱かった、ある日からドーンって急に、ジュニアとかでもドーンって強かった、倒せるようになって、やっぱバーがついたからね、ああなるほどね、そう、まあそんな話もあります、いやだからほんまにその
俺もね、知り合ってが短いけど、結構あれ、衝撃的やったよな、任しろさゆるさん。だから、全部指示通りやっていきますからって言って、ぶわー出ていって、全部指示通りやって倒してきたからね。うちの子たちは、ね、うん、俺よりみんな大人なの。うちの子たちは本当に。いや、なんか会長が一番わがままで、会長が一番すぐ機嫌斜め、ご機嫌斜めになるから。知ってる、知ってる。だけどうちの子たちはみんな優秀だから、うんうんうん、もう本当にね、あのうちの子たちは本当どこに出しても恥ずかしくないです。いやなんかほんまにそういう意味ではそのなだかの試合の時の会長の指示とかも注目して聞いてほしい。だけどね、陽平さんはね、うん、セコンド向きだと思うよ。あ、そう。俺何も言う、ね、何も言ってる。だけど違う違う、うん、人間ってセコンド向き不向きってあるの。うんうんうん、本当に、うん、あのだからあの芸人さんとか、うん、話が上手い人って、うん、多分セコンドすっごい上手いと思う。だってさ、うん、1分とか2分で、うん、まとまった指示をパパパパって、うんうん、簡潔に、うん、そして正しく、うん、言うわけじゃん、うん、それってかなりの技術だよ、うん、だってさ、うん、よくさセコンド聞いてても、うん、行けやれとさ、いやいやちょっと待てよって、うんうん、行けやれって何をどこに行って何をやればいいのって思うせよ、ね、そういう意味ではさ、その試合してるのにさ、長か、まあ、会長もくんさんもパコーンもみんないっぺんになんか言ってる時あるやん。それ聞き分けれてんの？大体同じ、大体同じですね。あ、同じだね、はい、ああなるほど、どう見て、うん、たまに、うん、こうやっぱ食い違うというか、うん、くんさんは、うん、わーって言って、うん、そういう時もやっぱ中川さんが一回クンさんを落ち着かせてくれるから、やっぱこうバーって言われるとこっちもやばい、うん、負けてるのかなとかちょっと焦る時もあるんで、うんうんうん、そういう時はすごいやっぱこうそういう場面があると冷静になりますね。ああなるほどね、はい、うん、あのクンさんたちって何だかにもう結構なお金をかけてるんで、タイだとね、何だかにお金をかけてるんですよ、うんうんうん、そうすると、うんうん、明日の生活、うんうんとか、うん、そういうのまで考えちゃってるんでしょうね。そうすると、ダメよダメよみたいになるから、クズが、待って、落ち着いて大丈夫、なんだか息しよう、うん、っていうところから、いやもう、まあ、だからチーム戦やねんな、絶対チーム、うんうんうん、ですね、うん、だから井上尚弥選手の俺、うん、セコンドとかのあれをすごい見てるけど、うん、やっぱね、チームなんだろうなって、ね、すごい思う。まあ、お互いがお互い信じ合ってんやろね、あれね、やっぱり、うん、じゃないとあんなスーパーチャンピオンで、まあ、もちろん近くに身近にお父さんがいてくれる、うん、で、名高のお父さんだっていつも見に来てくれてるからね、うんうんうん、やっぱり怪我したら自分の息子連れて帰ろうとか、うん、そういうこと考えてるわけじゃん、うん、お父さん、うん、そうやね、うん、だから、うん、お父さんもお母さんも含めてチームね、うんうん、そうやね、うんうん、それはわかる、うん、だってなだかもいつか自分に子供ができたらさ、はい、よくこんな時からさ海外行かしてやったよなとかで思いようよね、絶対ね、うん、そうです。まあいい話になったね、いい話やね、もう終わろうか、うん、夜中の2時やしやばいやばいよね、うん、まあまあ明日も練習あるんですよね、もちろん。あります、はい、分かりました。じゃあこの辺ではい、ということでね、皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。では、この辺でお疲れ様でした。ありがとうございました。